こんばんは皆さん、シュッシュッ小磯です。今日はですね、リトアニアという国がどのような歴史を歩んできたかっていうところを調べていきたいなっていうふうに思っておりまして、ちょうど1月13日が血の日曜日っていう独立運動の記念の日だったんですね。なのでいろんなイベントが行われていて、その様子と血の日曜日っていう日が一体どういう日なのかっていうのをちょっとみんなでお勉強していきたいと思います。それではレッツゴー。血の日曜日事件とは、ソビエト連邦崩壊直前の1991年、独立運動が高まるリトアニアにソ連軍が侵攻して、リトアニアの民間人14名が亡くなった事件です。1991年1月12日土曜日の夜、ピリニスの最高会議やテレビ塔、これらの建物がソ連軍が占拠目標としていた施設だったんですね。そこに文字通り人間の盾を作って非武装で抵抗運動をしていたリトアニアの市民に対して、13日早朝にソ連軍が発砲、13名が亡くなって、他に心臓発作で1名が亡くなりました。そもそもリトアニアが第二次世界大戦以降どのような歴史を歩んでいたかというと、40年から41年までソビエト連邦による占領下にあって、41年から3年間はナチスドイツによる占領、そして44年から86年まではソビエト連邦による占領、それ以降、独立運動が始まって1991年9月6日にようやく独立したというような流れです。ちょっとね、私情報ゲットするのが遅れて、12日の夜にみんなで国会の前に集まって追悼の焚き火をするっていうのが毎年恒例のようです。13日はですね、現場になったテレビ塔にまず行ってみました。近づくとこうやって当時の記録映像がずっと流れてました。この一連の独立運動はバルト三国で歌う革命っていうふうにも言われていて、みんなでこうやって集まって民族の歌を歌うことで独立運動をしたそうです。映像の隣には祭壇がこうやって用意してあって、市民の皆さんが結構絶えずいらして、ろうそくに火を灯したりしていました。この十字架は木製で、祖国の自由を守るということを象徴している。ソビエトの侵略によってリトアニアの自由のために殺された人々を記念しますという説明書きがありました。次は国会議事堂の横に行きました。お父さんとちっちゃい息子さんが来てますね。ここでは当時のバリケードが展示されています。中ではソビエト連邦の占領下にあった時代の写真展も行われてました。はい、こちらでは追悼のミサが教会で行われてます。言葉は分かんないんですけど、ウクライナの話を結構しているなという雰囲気でした。さっきの教会もあるいつもの広場には、こうやって亡くなった方全員の名前とお顔がプロジェクションマッピングされていました。かなり多くの人が足を止めて眺めているのが印象的でした。結構友達だったり家族で見に来ている人が多かったです。はい、皆さん、ビデオいかがだったでしょうか。他にも墓地で献花や追悼の儀式のイベントがあったり、夜に合唱のイベントがあったりもしたみたいです。一日回ってみた私の感想としては、やっぱり広場っていうものがあって、公共空間の中にいろいろこう点々と31年前の
その町の様子であったり、そこにいた人たちのことを考えられる場所が点々とあるっていうのはすごくいいなっていうふうに思いました。今日はちょっとお勉強ツアーしてみた回でしたが、いかがだったでしょうか。もしよかったらグッドボタンとかコメントとかチャンネル登録とかお願いします。ではでは、 See you in next video. バイバーイ。